皆さんこんにちは山下大二です中京大学おすすめ学部どこですかということで、えー、名古屋東海地区中部地区の皆さん中京大学知名度は高いんで目指している受験生も多いと思います一体中京大学ってどんな学校なんだろうということで、えー、キャンパス2つあります名古屋とトヨタですわかりやすいですねまず郊外のトヨタキャンパスはまあ、設備が広いのでスポーツ科学部は当然こっちです それから工学部の中の中情報系がこっちですさらに現代社会学部もあるということでトヨタの方には主にスポーツ系を中心にした学部があるんですがほとんどの学部は名古屋にありますで、まあ、名古屋の街も広いんですけど場所は八戸ですこれは名古屋市の東部にあるんですがすぐそばに南山大学名城大学名古屋大学などがある、まあ、文京地区といわれる大学の街で矢事駅から 地下鉄の入り口がそのまんま中京大学つながってまして非常に鉄道の交通の便はよくちょっと郊外とはいえほぼ名古屋の街の真ん中に近くて、まあ、名古屋駅や栄といった名古屋の中心に地下鉄で行きやすいというところに、まあ、ぎっしりいろんなビルが建ってまして、まあ、そこが中京大学の本部でそこにほとんどの学部があります。では、まあ、おすすめどこかということでまず英語が得意だったり、まあ、国際系のことに興味がある人には国際学部。 まあかなり最近カリキュラム変えて結構語学とか留学制度整っていて鍛えてもらえますで文学部は大きくは日本文学系しか残ってないんですよあの,他の分野が学部化しちゃったんでなのでまあ国語好きでまあ国文学やりたいという人には文学部いいんじゃないかなと、えー、心理学部これ社会学部から分かれて心理学部になったんですけど社会学部がトヨタなのに心理学部は名古屋にあるんで非常に交通の便良いところにあると法学部 中京大学は法学部は目玉です国家公務員になりたい人めちゃくちゃ鍛えてくれますで地方公務員になりたい人もめちゃくちゃ鍛えてくれます名古屋キャンパスの中に公務員試験の勉強をやる自習室があるんで国家公務員総合職とか愛知県庁とか名古屋市役所入りたい人このスパルタコースに入ったら専用の勉強机もらえてめっちゃ鍛えてくれるんで中京大の法学部ははっきり言って良いですはい であとはまあ経済経営それから総合政策学部はもともと小学部だったんですけど総合政策ってまあ他の大学にもあるんですけど中京大の場合は割と経営系、まあ、ビジネス寄りかなと僕は思いますんで、まあ、経済経営総合政策で大きくはビジネス系の学部で自分に合った学部を選んでください。えー、現代社会ここは 名古屋って社会学部持ってる大学って非常に少ないんですけど中京大はまあその中では老舗ですねちゃんと社会学がやりたい人には良い環境ですただしトヨタキャンパスなんですけどねトヨタキャンパスは名古屋からは電車に乗ってちょっと郊外の方に行ってさらにそこからスクールバスで行ったり愛知環状鉄道の駅から歩いたりということで、まあ、よくある郊外のキャンパスなんでちょっと通学と多いんですが、まあ、社会学やりたい人はいいのかなとあとまあスポーツの人は絶対そっちであと工学部 機械電気系だけ名古屋情報系はトヨタ全然4年間違いますんでまあ、自分に合った方を選ぶということで一つね中京大学設備はめちゃくちゃ良いですあの研究の建物とかは教育の建物はすごく良くてまあ、学食も美味しいんですけどその交通の便が良すぎてあんまりその学生の課外活動が活発じゃないなというのが僕のイメージでまあ、スポーツは盛んなんですよそれは素晴らしいただ ちょっと学園祭とか行くと文化系の部活動とかはあんまり盛んじゃなくて要は交通の便がいいんであんまりみんなその学校内のサークル活動とか熱心にやらないでお家帰っちゃうんじゃないかなというところがあってその学生同士の交流っていう点ではある程度自分で新しい仲間と意識的に交流していかないと授業を出て帰るだけっていう学校になりがちかなというのが若干心配なんですけどまあそこは皆さんの努力で補ってください。 ということで、まあ名古屋、東海、中部地区の皆さん、中京大学はこのようにユニークな学部たくさん持ってますので、自分に合った学部選んで、まあしっかり勉強してほしいですね。頑張ってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタのラインにご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。